どうもエルザです。それではウォッチドッグスレギオンやっていきたいと思います。さて今回は墜落だね、メアリー・ケリーに立ち向かえということで行こうかな。やっとここに潜入するという感じかな。あ、そうだね、そんな感じだね。メアリーは家の掃除に躍起になっているようですね。彼女の近距離でのマイクロチップ制御はまだ有効です。あらかじめセキュリティシステムを無効にしておかないとたくさんの命が奪われることになります。オッケー、まずはセキュリティシステムか。どこから入っていくかだよね。そこか。あとは、ああそれ必要だね。ああ雲が侵入できるような感じではないしな。やっぱ外出るよね。出ちゃうんだよね。まだこの辺りにいるはずだよ。誰もいない。あーそこか。やっぱ効かないやつは。やられたね。いやーどうやってあの鍵を手に入れるかっていうところか。用務員ね。ドローンで中から入る感じかな、前回みたいに。そんな感じだよね。県外、ああ正面もあるか。正面か、正面から行くのか。いや、いいとこあるね。よし。さて回収して上には行けるけどな。立ち目なんてないよね。ああ、その迫害者に立ち向かうべく立ち上がるとかクソみたいな活動。いや、それほどの必死さはない。あいつがオプティックを使い出したら必死ってことかも。いや、連中はもう意思なんてない。一人一人順に処分されるだけさ。つまり家畜だ。ほう、範囲が届かないか。探し出せ。よし、クリア。他も見てくる。あとは異常は何もない。捜索を続けろ。おお、いいね、いい感じにあるね。トラップ。何があったのかさっぱりだ。サーバーの調子が悪いと思ったらオペレーション全体がポシャったんだ。だから彼女は全部下に持ってこいって、全て処分するつもりなんだよな。さあな、何しても無駄に思えるが。お金ゲットで、こっちもトラップつけて。ダ
メだな、消えちまった。俺をイライラさせるなよ。おお。ほいで、ほい、ちょっと静かにね。そうか、上からも来るのか。奥に一人、そこもいるね。ご苦労さん。いただき。さて。これで終わり。トラップでもいいんだけどね。はい、携帯は見ない仕事中。お？お、マジで？見つけちゃった。よし。なんか見つけちゃった。あ、でもやっぱそこだね。あったあった。終わったよ。ねえ、これを見てよ。もう行く機会ないわね。なんか、動け。あら、やろうっていうのね。ピーター。クソったれ。まあ、少なくともチップは無効化されました。メアリーは下のオフィスに閉じこもっていますが、メインフレームでエレベーターが使えるようになるでしょう。それと見張りがいるので、頑張って生き延びてくださいね。うわ、最高。そうだね、最高としか言いようがないんだよな。あ、頑張ってね。亡きおじいちゃんのためにもちょっと頑張らないと。あ、さあ下行くか。いい、気づかれてないの？さあ、この階にいるっぽいね。あのパスワードがね、あった。あー、貨物ドローン使えるね。よし。まあこれが何に使えるかはまだ分かってはないけど、なんかね、役には立つだろう。
これもゲット。さあ、いくら？1000。まあ悪くはない。あとはトラップ引いて開けて、でこっち1人いるんだよね。だから仕事中携帯触んないって。あ、これインタラクターなんだ。できるだけメインフレームの近くにいてください。メアリーのオフィスへとつながるエレベーターを再起動させます。チップが動作しない。オフィスにいる害虫をすぐに駆除して。下がれ下がれ。ああ、あっ、いて痛い。ばかりね。早く奴らを始末しに来てちょうだい。弾が切れた。リロードする。おめえ、どうすりゃいいんだ。一度隠れる。そうです、かくれんぼのつもりです。痛い。おい、くれてやる。壁になるもんはねえか。スパイダータレット投入。いい加減にしねえ。撃つよし、強えな、グレネード。調べてくる。特製の爆弾スパイダーだ。お？爆弾スパイダー？完了です。エレベーターも復旧したので、メアリーのオフィスにも入れるようになりました。それと、ラウ警部補に回線がつながっています。残念ながらご機嫌は芳しくはありません。デッドセック、そこで何をしてるの？約束をしたじゃない、私のやり方でやるって。だから一緒に証拠を集めたんでしょ。手元にある証拠でもう十分よ。でもそれで奴が奴隷を殺すのを止められるわけじゃないだろ。あの女は狂犬だ、ラウ。無駄話する時間はないわ。彼女が妙な真似をしでかす前に踏み込んで、こっちも向かってる。行け、爆弾スパイダーボット。爆弾スパイダー投入。行け、爆弾スパイダーボット。ずっとそこで出してんのね、君はね。よし、一回出る。はあ、回復しないとね。グレネードがもう切れるか。ちょっと今回の相手は許せない感じなんて。意外とこう弾はそんなにない、出てこないんだね。よしよしよし。さあ、ケリーは始末しよう。この奥か。来なさいよ。あんたたちの腹渡を引きずり出すのにマイクロチップなんて必要ない。
デッドセックね、タイミングだけはいいこと。警察が来るよ。へえ、それは楽しみね。全員動くな、下がりなさい。メアリー・ケリー、あなたを逮捕する。すればいいわ。この茶番にお情けで付き合ってやるから。でも長期交流できると思わないでね。いい、あんたたちに目標を与えた。私は恩人よ。またすぐ会うことになるからね。止まれ。彼女が黙ってあんたたちに獲物を取られるとでも。何を守ってる？人間？体制？約束してくれ、必ずその女を有罪にすると。このクソ。行って、さあ早く。やらあなたたちの願いが叶ったみたいね、デッドセック。メアリーにはもう逃げ場がない。本当は正しい方法でやりたかったけど、彼女の所業を知った今となっては殺す以外になかった。あの女はそれに値するだけのことをやったんだ、ラウ。たくさんの人を、アンヘルを苦しめた。あんたは正しいことをしたよ。私は別に気にしちゃいない。自業自得だろ。あの女のやったことを考えればこれでもぬるいくらいだ。どうかしら。これも正義の一つなのかもしれないけど、私のやり方じゃない。少なくとも最初はそう思ってた。クランケリーの女王は去りましたが、その空いた席を埋めようとする配下はまだまだたくさんいます。そうね、バグリー。こっちでも注意深く見張っておく。クランケリーの残党の情報が入り次第あなたたちにも知らせるわ。これからも協力し合いましょう、デッドセック。さあ、ということで墜落クリアと。まあ最後はやられるという、手を下すまでもなかったという状況だったね。レジスタンスに向いてるみたいだ。私も知らなかったけど才能があったみたい。簡単に命を落とす、あるいは能力が不足しているのであれば、そもそもあなたがデッドセックに勧誘されることもありません。ありがとう、バグリー。っていうか、なんか文句ある？大丈夫、そのうち慣れるよ。彼が悪いんじゃなくて、ああいうプログラムなの。とにかくお疲れ様。はい、ということでクランケリー編はクリアと。2つの首取ったね。ただね、新勢力がここに来て出てきたんだよな。内部告発だ。デッドセックは SOS 信号受信した。スターロジャーコーヒーのサーバーが来ているようだと。ということで、SIRS、シールズかな、読み方としてはね。あとは、そうだね、弾がないからな。まあ、今回ここまでとしましょう。で、次回が、多分また離れた場所になるかな。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。じゃあ、またねー。